人間国宝加藤卓夫氏に指示、原材料を徹底的に吟味し、半地下式の穴窯で桃山刀の木瀬と勝負手を再興したとも言われる作品で人気の原賢治氏、現代木瀬との第一人者が見せる偽りのない直球勝負の杯、愛刀家水煙の木瀬と新品同様ですので、おすすめの一品です。